今日の下着はこんな感じです。黒の下着なんですけど、全部がね、ソーレースになっていて、ワンカラーなんですけど、すごくおしゃれなデザインになってます。こんな感じです。それでは明日も紹介していきます。下はこんな感じです。下もね、黒の下着になっていて、ソーレースになっているんですけど、すごくおしゃれなデザインで、こんな感じです。それではセーラー服に着替えていきたいと思います。今日はこんな感じでセーラー服に着替えてみました。いかがでしたか？この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。Twitter や Instagram もやっているので、よかったら覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。